俺らよりいいところない奴らがもっと恥ずかしい目に遭うのよ。へえ、それでは最後に3年 E 組対野球部のエキシビションマッチを行います。学力と体力を兼ね備えたエリートだけが選ばれた者として人の上に立てる。それが文武両道だ、杉野。お前はどちらもなかった。選ばれざる者だ。しまってくぞ。おいおい、なんであんな気合入ってんだよ。そういや、コロ監督どこだ。指揮すんじゃねえのかよ。あそこだよ。カラスマ先生に目立つなって言われてるから。遠近法でボールに紛れてる。顔色とかでサイン出すんだって。てかバレんだろあれ。1、2、3、1、2、3。なんて。やっほー先生。殺す気で勝てってさ。確かに俺らにはもっとでかいターゲットがいるんだ。あいつらに勝てなきゃあの先生は殺せないよな。よっしゃやるか。おーにれさあ味わわせてやりましょう。殺意と触手に彩られた地獄野球を。さあ1回表 E 組の攻撃。1番サード木村、ストライク。やっぱ速いな超中学級は。140キロ出てるらしいぜ。え、140？ プロ並みじゃねえか。いやーすげえアウェー感。1、2、3。了解。しゃあ行くぞ。おっとバッター、気合十分だ。1回表3人で終わらして裏に10点取ってコールドだな。さあ、こうが進藤君第2球投げた。何バット、セーフティーバットだ。木村君は E 組1の俊足。意表をつけば楽々セーフにできるでしょう。セーフ、これは意外。小さかしい。2番バッター塩田君。1、2、3。あっとブッシュバントだ。寝る強豪とはいえ中学生、バント処理はプロ並みとはいきませんね。どこにも投げられない。なんとノーアウト1塁2塁な、何？彼の球など止まって見える。あっとまたバント。したがってバントだけなら十分なレベルで習得できる。フェア、ラインとピタリと止まってしまった。3番磯貝セーフ。満塁だ。ノーアウト満塁。調子でも悪いんでしょうか新藤君。4番ピッチャー杉野君。杉野。1、2、3。プレイ。さあ試合再開。あっとまたもバントの構えだ。なんだ、何なんだこいつら。俺が今やってるのは野球なのか。確かに武力ではお前にはかなわねえ。けどたとえ弱者でも狙いすました人差しで巨大な武力を仕留めることができる。うっしゃー、打球は右中間を深々と破る。二塁ランナーに続いて一塁ランナーもホームに向かう。バカな。次のも三塁へ。走者一掃のスリーベース。なんだよこれ、予定外だ。 E 組さあ試合再開です。ここからどのように。これはなんだ、全員内野守備。バントしかないって見抜かれてるな。つってもダメだろあんな至近距離で。ルール上ではフェアゾーンならどこを守っても自由だね。審判がダメだと判断すれば別だけど、審判の先生はあっち側だ。期待できない。さて流れをリセットしよう。 E 組の杉野君だが市のクラブチームに入団したそうだ。彼なりに努力しているんだね。だがそれがどうした。誰でも努力はしている。君たちのような選ばれた人間には宿命がある。これからの人生でああいう相手を何百何千と踏みつぶして進まなくてはならないんだぞ。野球をしていると思わない方がいい。何千の中のたった10人程度を踏みつぶす作業なんだ。さあ作業を始めよう。わった、打ち上げた。内野のプレッシャーにビビったか前原。これでワンアウト。いや冗談じゃねえ、こんなのバントじゃ抜けねえよ。どうすんだよコロ監督。1、2。
注意。打つ手なしかよ。ストライク3バッターアウト。ストライク3バッターアウト。あっという間にスリーアウト。ピッチャー進藤くん完全に復調です。1番レフト橋本くん。プレイ。E組すぎの第1球投げた。うわ。ストライク。すごい変化球。打たすなよ杉野。ボール来ても俺ら取れる自信ねえぞ。分かってない。カルマくん。足元に出んなよコロ監督。踏んでほしいの。うれ。次の回打順は君からです。君の挑発で揺さぶってみましょうか。さあ2回の表、やはり鉄壁のバントシフト。8番レフト赤羽くん。うん、どうした、早く打席に入りなさい。ねこれずるくない？理事長先生、こんだけ邪魔な位置で守ってんのにさ、審判の先生も何も注意しないの、お前らもおかしいと思わないの？ははあ、そうか、お前らバカだから守備位置とか理解してないんだね。小さいことでガタガタ言うな、E組。なかなかエキシビションで守備にクレームつけてんじゃねえよ。ダメみたいよ監督。いいんです、それで口に出してはっきり抗議することが大事なんです。2回の、さあカルマ君、さっきの挑発が生きる時が来ましたよ。ああなるほどね。やっぱり進藤は敬遠するしか。おーい、監督から指令。さあ試合再開ですが、この前進守備は明らかにバッターの集中を乱す位置で守ってるけど、さっきそっちがやった時審判は何も言わなかった。文句ないよね理事長。なるほどな、よく考えたが小賢しい。ご自由に、選ばれた者は守備位置ぐらいで心を乱さない。へえ、言ったね。じゃあ遠慮なく。近い、前進どころかゼロ距離守備。振ればバットが当たる距離だ。気にせず打てよスーパースター、ピッチャーの球は邪魔しないから。なめた真似しやがって、大きく振ってビビらせや。引くに決まってる。ストライク。ダメだよそんな遅いスイングじゃ。次はさ、殺すつもりで振ってごらん。この時点で進藤君は理事長の戦略に体がついていけなくなった。ランナーも観客も野球の形をした異常な光景に飲まれていた。渚君、ああ三塁。まだ木村、次一塁、ランナー走ってないから焦んなくていいぞ。了解。アウト。トリプルプレイ、ゲームセット。なんと、なんと、E組が野球部に